は、台湾の女性タレント、広タリアス所属のモデル、本名はウーハンチュン、南大鍵大学商館学院業、ショート友流通管理系卒業、在学中、名義で大学生、両没のレギュラー出演者。中国鍵大学管理学院企業管理系卒業、2010年、無名商談という SNS サイトの10、 対象妹の投票で第8位に選ばれる。2011年終わり頃から2012年にかけて学業に集中するため芸能活動から遠ざかる。2013年に本格的に活動再開を決意。ニュースメディアの取材に対し、私の好きな仕事は主にグラフィック、メガボルト、ドラマ。展示会には向いていない。 1> 約1年の不在の間私を支えてくれたネット上のファンの皆さんにはより良いパフォーマンスで応えていきたいとコメントした。2016年台湾プロ野球の中心兄弟のチアリーダー、熱情姉妹妹メンバーに就任。2019年8月、自身初のソロ写真集、一見、新リリース。これは台湾のカメラマン起点人が北海道各地で撮影したもの。 2019年11月7日、野球の国際大会、プレミア12の日本対台湾の試合のパブリックビューイング会場で応援ダンスを披露。2019年12月31日、第3回ももいろ歌合戦に応援ゲストとして VTR 出演。2020年4月21日、スッキリで放送される。その他、二千十九年十二月と二千二十年三月には、 週刊ヤングジャンプの表紙とグラビアに登場。2021年3月18日発売のムック30プラスプレミアムグラビアクイーンに掲載される。趣味は旅行、美味しいものを食べること。日本の好きな場所はファミレス。たくさんの種類の料理が食べられるから、日本の好きなキャラクターはピカチュウ。2020年6月、台湾のタレントファンヒロシと熱愛発覚と、 報道されたが、事務所は、いいお友達と否定。2020年9月16日、ファンヒロ師匠死去。同日、彼の父親が連絡が取れないために様子を見に、行ったところ、浴室の外で倒れている状態で発見した。午前11時頃、台北市北投げ区付近の自宅から、同志の警察と消防に助けを求め、通報。 駆けつけた職員によると死後数時間が経過していたという。現場に薬物や酒はなく、争った後や何者かが侵入した形跡もないことから警察は突然死だと見ている。9月16日深夜、インスタグラムを更新し、次のような愛の告白をして、ファンヒロ師匠との交際を認めた。交際期間は1年半に及ぶ。9月19日から21日。 お別れの会に3日とも出席。25日の仮装、27日の納骨にも、高ー師匠の家族らと共に参列。うーはんちゅに関するカテゴリー。ありがとうございます。